デレクベリーはイングランドのサウスヨークシャー州シェフィールド出身のギター奏者、インプロバイザー。11歳よりギターを始め、1950年代には地元シェフィールドでプロのギタリストとして活動する。1960年代初頭、ギャビン・ブライアーズやトニー・オクスレイと共にジョセフ・ホルブルックというトリオで活動。1966年にロンドンに移り、 その後、エヴァン・パーカー等のフリーホーム系の奏者と共演し、また、ジョン・スティーブンスの率いるスポンティニアス・ミュージック・アンサンブルのレギュラーメンバーとなる。1970年、エヴァン・パーカーやトニーオクスレイと共に、インカス・レコーズというレコードレーベルを立ち上げる。1976年にはカンパニーを結成。このグループはメンバーが流動的で、アンソニー・ブラックストン、ハン・ベニンク、 スティーブ・レーシーを含む多くのミュージシャンが出入りした。1994年9月、日本のルインズと共にレコーディングを行い、この時の音源は、デレクザルインズ名義のアルバム、サイ,イソロとして発表された。また、1997年4月にもルインズと共演し、アルバム、東人坊として発表される。ありがとうございます。